中国の上海立下市金融貿易区開発古墳有限公司は11月4日に高祖祖孔集団有限講師など5社を100億元で提訴する通知をウェブサイトに掲載しましたその後訴終100億元の土壌汚染物件がネット上で話題となりました安徽省の「大湾新聞」によると上海立夏市金融貿易区開発者は 7年前に80億元以上かけて、17の土地の使用権を獲得し、最近、そのうち14の土地に汚染が存在することが判明しました。汚染紛争に巻き込まれた土地では、すでに複数の住宅プロジェクトが建設されており、大型商業やオフィス複合施設も完成したものの、まだ使用されていないようです。11月9日、多くの敷地の入り口には、 この敷地は汚染のリスクが存在するという警告看板が掲げられています。関連地域では、すでに住民が入居しているところもあり、これらの警告看板が掲げられて以来、その地域の住宅価格が急落していると、現地の住民が語りました。また、自分たちが住んでいる地域が汚染されているかどうか心配しています。現地住民の父さんは数年前、 最初に完成した団地で約200万元かけて、マイホームを購入しました。去年、近くの地域には、汚染のリスクがあるとする警告看板が掲げられました。父さんは、近隣地域に汚染が存在する報道を見て心配になり、私たちが住んでいる地域が汚染されているかどうか、ここに住むことは安全かどうかを、今まで誰も教えてくれていないと述べました。 中国メディア法王も11月9日の報道によると、上海陸化市金融貿易区開発者は、これらの汚染された土地から、ベンゾピレンとナフタレンが検出され、土壌汚染が深刻で、基準をはるかに超えていると明らかにしました。ベンゾピレンとナフタレンは、環境中に広く存在する有害物質であり、世界保健機関の国際がん研究機関によって、発がん性物質と認定されています。また これらの物質は発がん性だけでなく、他にも多くの健康リスクがあります。ベンゾピレンの主な出どころは様々で、今回の素周緑岩の土壌汚染は工業汚染に起因し、その地域はかつて高素素鋼鉄集団有限講師に属していました。関連する取引文書にでは、汚染源はコークスカ区域の汚水処理エリアや、アラ・ベンゼン作業場から来ていることが明示されています。記事によると、 今回の土壌汚染訴訟事件の引き金となったのは、敷地内に建てられた英中合士の国際学校、蘇州来帝学校だと言われています。規定によれば、学校設立許可証を取得する前には、建設される予定地区の環境評価に合格する必要があります。そのため、地元の環境保護局の要求に基づいて、蘇州来帝学校は、学校の所在地の土壌汚染状況を調査したところ、 ベンゾピレンとナフタレンが深刻に基準値を超えており、そのうち発がん性物質であるベンゾピレンは基準値の50倍以上を超えていることが判明しました。一部のネットユーザーは、以前は未完成物件があることしか知らなかったが、今度は土壌汚染された有毒な物件まで現れたのかと述べました。上海立夏市金融貿易区開発者は、 中国の金融界で非常に有名です。立下市金融庁は面積が31.78平方キロメートルを有し、中国で唯一金融貿易区と名付けられた国家級開発区であり、上海国際金融センター革新的機能区です。中国自由貿易試験区の立下市エリアは、同金融貿易区に含まれます。 同社は中国国務院発展研究センターにより、2003年中国不動産上場企業トップ10の一つに選ばれました。このような上海のハイエンドな金融不動産開発企業が、なぜ蘇州市政府に騙されたのでしょうか。これらの汚染された土地はもともと工業用地であり、最初に売地された際、高素素鋼鉄集団は土地の汚染はすでに除去されており、一部のコークス用地を除いて、 他の土地は絶対に安心して利用できると述べました。また、蘇州市政府の蘇州環境研究所も、第三者としての検査報告を発行しました。高訴蘇鋼鉄集団の発言や検査報告があったことで、上海立下市金融貿易区開発者は、これらの土地を購入し、住宅、幼稚園、フィットネスパークを建設しました。完成した2000以上の住宅物件のほとんどが、 すでに分譲住宅として販売されましたしたかし、その後、蘇州来帝学校が検査を行った際、土壌が深刻に汚染されていることが判明しました。これに対し、一部の人々は、上海立夏市金融貿易区開発者が、土地の汚染状況を早くから知っており、本来なら蘇州市政府と手を組んで、住宅が研修された後全部売却するつもりだったのではないかと疑っています。 周知のように、このような結託は中国では全く珍しいことではありません。しかし、英中合詞の蘇州来帝学校によって発覚し、明るみに出ました。では、蘇州環境研究所の土地検査報告は、捏造されていたのでしょうかもしこの研究所のスタッフが実態を報告していれば、このような問題を避けられたのでしょうかでは、ある環境保護専門家の実例を見てみましょう。 2016年4月江蘇省常習市で土地汚染事件が発生しました当時のメディア報道によると江蘇省の常習外国語学校では新校舎に移転したところ生徒493人に皮膚炎などの異常が発生し問題となりましたこの学校は中学と高校合わせて58クラスあり約2800人の生徒と教職員が在籍しています 2015年9月に新校舎に移転したのですが、移転先がかつて農薬工場や化学工場だった土壌汚染地域のすぐ近くだったとのことでした。同年12月、保護者が学校周辺に発生している異臭に気づき、調べたところ汚染地域で土地修復工事が行われていたことが発覚しました。検査の結果、上州外国語学校の周辺地域の地下水には、 重金属汚染物質が深刻に基準を超えており、地下水の中のクロロベンゼン含有量は基準の94,799倍、土壌中は基準の78,899倍、4塩化炭素は基準の22,699倍を超えていました。その他の有害物質も数千倍の基準を超えています。これらは WHO によって早くから発汗性物質であると認定されています。 しかし、上州市教育局の基中副局長は、地元政府がこの地域の環境を評価し、検査結果が全て基準を満たしていると述べました。実際、学校が建設される前も後も、政府と学校は約3000人の学生が、有毒な土地に直面しなければならないことを知っていました。保護者だけは全く知らなかったのです。国務院国有資産監督管理委員会の幹部で、 環境学の修士号を持つ雷陽氏は、同意委員会が組織した上州外国語学校の汚染調査に関与していました。しかし、2016年5月8日、つまり上州市の汚染事件が明るみに出てから1ヶ月後に、雷陽氏は休止しました。雷氏が休止した夜9時は、家族を迎えに空港に向かう途中でした。1時間後、この若い環境専門家は、手錠をかけられたまま死亡しました。 公式の結論は、内容師が売春婦を買う容疑で、逮捕された後に死亡したとされています。これは中国のネット上で苦いジョークとなりました。当時、診断ウェイ帽に投稿された記事によると、内容師は常習外国語学校の汚染事件の調査報告に署名を拒否した唯一の調査員だったとされています。ネットユーザーは、内市の死亡現場には、 私服姿の高訴訟警察官3人が目撃されており、大王氏が調査報告への署名を拒否したため、消されたと推測しています。大王氏の遭遇を知ることで、蘇州環境研究所の職員の状況を推測することができるでしょう。また、蘇州来帝学校の土地検査を発揮したイギリス人は非常に幸運で、彼らは自分たちの国籍が中国で、時折命を救うことできると考えたことはなかったでしょう。 それを見たのはいつの日だったろう畏敬の念を抱くほどの壮麗さ人生さえ変えるほどの力強さ時が経つのも忘れるほどの美しさ今再びその感動が訪れる今年も演目を一新してあなたを待っていますシェンユ